散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ山口県の、下松市やってきております。これね、下に松っていうか下松って読むんですよ。読めないっしょ。読めないと思う。でも僕も読めなかったね。そんなわけで、もう傾いてね、西日がすごい強いですけど、もう早く行きましょう。笠戸ひらめっていうね、ヒラメですね。発祥の地らしいんですけど、ここね、ヒラメの養殖をやってるらしくて、この近くなんですけど、今日はね、今日明日とちょっと休みっていうことで行けないんですけど、これがこのシンボルの、石碑っていうかヒラメなんですけど、ちょっと鳥の糞を落とされちゃっててちょっと汚くなっちゃって、まあ行きましょう。なんかこのいい音ですね、これね。なかなかこう岩に波が当たる音ってあんまり聞こえないんだけど、ここはこういう地形だから、バシャ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 地球をなんかもうシェイクしてるような、いろんなとこでバシャ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 音が、なんか癒されますね。ここがですね、なんか夕日岬というところで、なんか特別にこう花栗岩っていうんですね。花栗岩の穴が見えて、で夕日がちょうどここにだんだん沈んでいくというビュースポットで、息を呑む美しさという、フレーズがぴったりなんじゃないでしょうか。綺麗。はい、中華そばランランやってきました。ここは下松市のラーメン、下松ラーメン食べれるというところ、入ってみましょうか。でかい。1.5 玉頼むからすっごいでかいです。いただきます。あ、もやしのやつめっちゃ出てる。うまっ。これうまいわ。はい、ということで下松市散歩させていただきました。下松ラーメン初めて食べた。牛骨っていうだけで。もうね、ガツンときますね。結構好きな感じです。ということで、次回も